子供でもわかる窓断熱。窓ってどんな窓をつけるかによって家の断熱に大きく影響してくるって聞いたんですけど、今日は窓断熱について教えてもらってもいいですか？はい、はい、そんな窓断熱めっちゃいい記事がこのリフォームセールスマガジンリフォマが2020年の10月号に載ってましたのでご紹介させていただければと思います。はい、なんと子供でもわかる設備建材、こういうシリーズがございまして、いやめっちゃ面白そう、はい、これ窓の断熱っていう、まあ、記事になります。でこれね、やっぱ子供でもわかるって書いてある通り、うん、なんと登場人物りのちゃん5歳、5歳、若い。でそれの相棒ロボスケかわいい、はい、設定が住まいの設備や建材に詳しいロボットになっております。でそんな5歳のりのちゃんがめっちゃいい質問をしてくれて、でそれに対してロボスケが答える、はい、そういうシリーズになっております。いいですね、はい、で今日はその窓断熱を、はい、いう記事になっております。はい、まずそもそもどれくらいの熱がどこから逃げてるかということについて書かれております、うんはい、でこれ夏と冬でそれぞれ異なりまして、はい、まず冬の場合、熱がどこから逃げるか、うんうん、屋根が 5%、うん、で換気が 15%、 これ換気口とかって話ですね、はい、換気口から 15%、外壁から 15%、 床 7%、はい、それ以外 58% が窓などの開口部。そうなんですね、窓めっちゃでかいんですよ。窓でかいですね、はい、はい、で先ほどのは冬の場合ですね、はい、で次夏の場合、今度は熱が外からどれぐらい入ってくるか、はい、どこから入ってくるかって話ですね、はい、が書かれております。屋根 11%、 換気 6%、 外壁 7%、 床 3%、 窓などの開口部 73%。 冬よりも夏の方が窓の影響めっちゃでかいです。そうなんですね、はい、窓すごいな、はい、っていう感じで、どれだけ、窓というものが断熱、熱の出入りに関して影響を及ぼしているかっていうことがこれを見てもよくわかると思います。はい、わかりやすいです、はい、で次なんですけども、はい、窓というものが断熱に大きな影響を与えるということがわかりましたと、はい、でただその窓の冊子ですね、冊子ってあの枠のことですね、枠、はい、はい、にも大きく2種類ありますという話が書かれています、はい、で2種類何かっていうと、1つが分かると思うんですけど、アルミなんですよ。アルミ、はい、アルミサッシってよく聞きますよね。よく聞きますね、はい、でもう一つじゃあ何なんやって言うんですけども、うん、最近トレンドなんかね、樹脂なんですよ。樹脂ですか、はい、まあ、プラスチックみたいなもんですよね、うん、はい、でどちらの方が断熱性が高いかというと、どっちだと思います？なんとなく、はい、樹脂じゃないですか。正解、わーいで、ね、ちゃんとその理屈について書かれているんですよ、ここに。でこのロボスケの解説がめちゃくちゃ分かりやすい。書かれているのはどういうことかと申しますと、アルミの夜間を思い出してごらん、うんうん、火にかけた夜間のアルミの部分を触ると火傷をするけど、うん、樹脂でできた取っ手、うんうん、部分を触っても熱くないよね。確かに。金属でできているアルミは熱を通しやすいけれど、樹脂は熱を通しにくい。アルミの1000倍も断熱性が高いんだよ。1000倍、はい、すごいですね。まあ、結局窓というものをはめますと、はい、でその枠は例えばこうアルミでできたりしますと、はい、熱伝導率は高いんですよね、うんうんうん、だから内から外にも出ていくし、外から内にも入っていく、うん、だからその枠について樹脂にすることによってより入りにくい、出入りが、ね、熱が出入りがしにくい、うん、はい、そういう仕様にすることができるということが書かれています。なるほど、はい、でついでなんですが、はい、ガラスについても書かれております、うんうんうん、で昔は全部これ1枚ガラスだったんですよね。1枚のガラス、はい、でただその1枚だと熱通しやすいんですよ、うん、だってそれで隔ててるだけなんで、はい、まあ、それは熱は出入りしやすいですよね、うん、じゃあどういうふうにしてそのガラスの断熱性を高めるかというと、はい、複層ガラスって言って、複層ガラス、まあ、一番、まあ、オーソドックスなペアガラス、つまりまあ二重にこうガラスがあるんですよ。へー、はい、まずは複層ガラスっていうみたいなんですけども、はい、あのそうすることによって間に空気の層を作るんですよね。なるほど、なるほど。そこで断熱をしてるんですよ。なるほど、はい、でただね、ガラスもこの1枚ガラスかこの2枚ガラス、ペアガラスだけじゃないんですよ、うんうん、トリプルガラスとかもあるんですよ。なんかガラスを増やせば増やすほど、増やすほど断熱性は上がると。なるほど。でその
ガラスの枚数を増やすという以外に、はい、もう一つその特殊なコーティングを施してるか施してないか、はい、それによっても大きく断熱性が変わるんですよ。へでその、まあ、コーティングのことをローイーって言うんですけれども、ローイーってよく僕も聞いたんですけど、はい、ローイーって何やねんって思ったんですけど、さすがねロボスケなんですよちゃんとここにローイーって何のことっていう項目があるんですよ。はいはい、ちょっと難しいんですけど、はい、読み上げるとローエミシビティっていう、うん、はい、の略で低放射という意味だよって書かれてます。なるほど、はい、ということでローイー複層ガラスっていうのは放射による熱の移動を少なくするガラスなんだ。でこのローイー、もう少し詳細書かれているのはこれどういうふうに書かれているかというと、ガラスに特殊な金属膜をコーティングしていて、その金属膜のおかげで複層ガラスより断熱性が2倍も高いんです。2倍もですか。はい、まずペアガラスにすることによって、はい、こちらの記事に書かれている約2倍、はいはい、短板ガラス1枚のガラスよりもまず2倍の断熱性上がりますと、はいはい、でそこからローイーにすることでまた2倍になる。じゃあ服装にしてローイーにしたらもう最強ってことですね。4倍ってことですね。すごい、はいはい、まあ、できる限りの断熱をしたって感じですね。でこれはまたちょっと難しい話なんですけど、はいはい、このローイーという断熱ガラス実はねまた2つに分かれるんですよ。まだ分かれるんですか。で何と何とに分かれるかっていうと、はい、ちょっとややこしいんですけど、はい、ローイー複層ガラスの高断熱タイプ、はい、高断熱タイプ、はい、でもう一つがローイー複層ガラスの高遮熱断熱タイプ。高遮熱断熱タイプ、うん、はい、この大きく2つに分かれます、はい、高断熱タイプというのはどういうものかというと、まあ、簡単に言うと冬向きなんですよ。冬向き、はい、かなり家の中の熱が外に逃げにくい、うん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 、そういう仕様になってるんですよ。はい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 。で一方で高遮熱断熱タイプ、これはどういう時向きかというと、どうしたら夏向きなんですよ。夏向きなんですね。簡単に言うと、うん、外の熱が中に入りにくい、なるほどなるほど。このローイーというものはこのどちらかを選択するようになってるんですね。そうなんですね。この話はね、まあ、もう知ってたんですよ。あ、そうなんですか。2種類ありますっていうのは知ってるんですけども、はい、なぜどうやってそれを実現してるのかっていうのをここにしっかり書かれてまして、どうやってるかっていうと、さっき言ったようにローイーっていうのは金属膜をガラスにコーティングしてるっていう話をしたかと思うんですけども、はい、その金属膜 の、 そのコーティングする箇所が家に近いところで塗られて、だからペアガラスがこうになってますよね、うん、こういう風な感じで二重で貼られてますと、はい、で家に近いところで塗るのか、はい、外に近いところで塗るのか、なるほど、によって高断熱なのか高遮熱断熱なのかが変わってくるってことが書かれてるんですよ。なるほど、はい、つまり室内側に塗られるってことは、うん、中から外に、確かに、はい、家の中から外に熱が逃げにくくなるので、はい、高断熱タイプ冬向きになるんですよ。冬向きなんですね。ほうほうほう。で一方で外側に塗るってことは外から熱が入りにくいということになりますので、うんうん、これが、高遮熱断熱タイプということで、うん、夏向きの夏向き、はい、ローイーガラスになるわけなんですよ。結構そこまで書いててすごいなっていうところで、いや面白い発見だなと思いました、はいはい、一旦今日は以上にさせていただいて、はいはい、一言でそのガラス、まあ、サッシと言っても、まあ、いろんな、まあ、ガラスにしてもサッシにしても枠にしてもどれを選ぶかによってかなり断熱性が変わってくるというところで、はい、まあ、正直、まあ、いいものを選ぶと予算上がっちゃうんですけども、はいはい、でも大事ですもんね、断熱ってところ。そうですね、はい、まあ、ぜひともこの話聞いて参考にしていただければと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。